アンブラックメタルは歌詞やアートワークでキリスト教を賛美する一方で音楽的にはブラックメタルのスタイルをとっているジャンル。ブラックメタルの先駆者、特に第二世代のバンドは反キリストの立場をとっていることが普通であるため、このジャンルの誕生は議論を呼ぶことになった。多くのブラックメタルバンドの持つ特徴である邪悪さや個人主義的、人間不信的な思想が キリスト教と矛盾するのではないかとも言われている。誕生した正確な時期については意見が分かれている。オーストラリアのバンドフォードが1994年に発表したアルバムヘイリグザバートにおけるアンブラックメタルのコンセプトとホーリーアンブラックメタルという言葉はメディアの関心を引くことになった。ホーリーアンブラックメタルという言葉はダークスローンがセカンドと サードで使用したスローガンであるアンホーリーブラックメタルをもじったものである。一方で1990年に結成されたノルウェーのバンドアンタストアはすでにザ・ディフィート・オブ・サタンを1991年にリリースしている。しかし、後の1994年に発表したアルバムマーティリアムで彼らはブラックメタルへと方向を転換している。 アンブラックメタルはブラックメタルシーンの中でキリスト教を好意的に描く集団だとみなされている。楽曲の特徴としては、速いテンポ、叫び声、トレモロピッキングを用いて高音域を強調したディストーションギター、ツーバスを使う、ドラミング、通常とは異なった曲構成などブラックメタルと同様のものが挙げられる。アンブラックメタルバンドの中には、 サタニズムを批判する歌詞を書く者もいる。オーストラリアの報道はその代表である。このテーマは1990年代の中頃によく見られるものだった。1990年代の後半になると哲学やイデオロギーを扱った歌詞が増えていった。その中には回収、救済、信仰の戦いの話や、 聖書の引用が含まれたものも多い。アンブラックメタルバンドがブラックメタルをプレイする理由には、ブラックメタルを純粋に音楽の一ジャンルとして評価しているというものから、ブラックメタルシーンに福音をもたらすというものまで存在する。1994年にレコーディングされ、発表された。 オーストラリアのバンドホードのデビューアルバムヘイリング・ザ・バートが史上初のアンブラックメタルアルバムだとされる。ただ、唯一のメンバーであるアノニマスは、ホードの前にも似たようなバンドはいたよ。ノルウェーにでさえね。と言い,い、1990年に結成されたアンタス・トアについて研究している。アンタス・トアは1993年以前は、クラッシュ・エビルというデスルームバンドだった。 デビューアルバムであるマッティエリアムも1994年にレコーディングされておりアンブラックメタルの音楽性へとシフトしている。だが当時のレーベルとの問題により2000年まではオフィシャルに発表されなかった。メーヘムのユーロニモスはクラッシュエビルを脅して解散させようとしていたが1993年にバルグビーケネスによって殺害されてしまった。ヘイリグ・ザ・バートは ブラックメタルシーンで激しい論争の的になり、ニュークリアブラストレコーズにはメンバーの名を公表しないと殺害するとの脅迫文が送られてきた。後にモーティファケーションとペラーメイシームの元ドラマーであったジェイソン・シャーロックが唯一のメンバーであったことが判明した。メディアはこの論争ににわかに興味津々となった。1995年の6月6日に ノルウェーの週刊誌モルゲンブラーではアンブラックメタルに関する記事を出した。それによれば、フォードのアルバムはノルウェーのブラックメタルムーブメントに対して突如現れた風刺だという。アンタス・トゥアもインタビューされており、ボーカリストのチェーティル・モールンズは、私たちは自分たちのことをブラックメタルだと考えていますが、それは音楽の形式としてです。イデオロギーとか心情とかじゃないんです。 と答えている。スウェーデンのバンドアドマーニッシュは1994年頃結成された。スウェーデンで初のアンブラックメタルバンドである。彼らは自らのウェブサイト上で自分たちのスタイルをクリスチャンブラックメタルと表現したことで有名になった。この件もアンダーグラウンドシーンで議論を巻き起こし、アンチアドマーニッシュのウェブサイトまで立ち上げられるほどであった。 公式には2005年まで何のリリースもなかったが、メタルハマーマガジンは1990年代のブラックメタル特集で、アドマーニッシュをクリスチャンブラックメタルバンドを代表するバンドの一つと表現していた。キリスト教会の中でブラックメタルバンドを分けることをとても無意味だと感じるとする論者もいる。しかし、ホードやアンタスツアなどの初期のバンドは自分たちの音楽性を ブラックメタルと表現することを拒絶している。ジャンルがサタニズムと強く結びついているように感じられるのが理由だという。フォードは自分たちの音楽性をホーリーアンブラックメタルと呼び、アンタストラはソロメタルと表現するのを好んでいる。ドキュメンタリーライトインダークネス、ネメシスディビーナを取ったステファン・ライドドはインタビューで クリスチャンブラックメタルのミュージシャンは自分たちをブラックメタルシーンの一員と考えているが、なかなか受け入れられていない。他のブラックメタルミュージシャンからもだが、社会や一般のクリスチャンからも認められていないんだ。と語っている。現在活動している多くのアンブラックメタルバンドは、ブラックメタルはもはや思想的なムーブメントではなく、単なる音楽ジャンルになったと考えており、 そのため自分たちの音楽性をブラックメタルと表現している。例えば、スウェーデンのクリムゾンムーンライトのボーカリストサイモン・ローゼンはあるインタビューで、まず私たちの音楽をアンブラックメタルだとかホワイトメタルとは呼びたくはありません。私たちはブラックメタルをプレイしているのですよ。と述べている。アルティメットメタルでのインタビューで彼は自身の考えを さらにこう説明している。一方で、ブラックメタルシーンに属する多くの人は、クリスチャンブラックメタルを、ある種の動着語法だと捉えている。イギリスのドキュメンタリーマーダーミュージック、A History of Black Metal では、インタビューを受けたすべての人が、ブラックメタルはクリスチャンになり得ないと答えている。クリスチャンブラックメタルという語は、ブラックメタルミュージシャンたちから嘲笑を含んだ反応を、 受けている。例えば、イギリスのバンドサベットのマーチン・ウォーキーやは、クリスチャン・ブラックメタル、何をするって言うんだ教会でも立てんのか、修復でもするって言うのかよ、と答えている。ありがとうございます。